言来てなかったんだ。やっぱり直人さんか。いいの？いいのよ。いや、なんとなく気になる？なんだよ、突然。そういえば、聞いてなかったと思って。した理由じゃないよ。聞いても面白くないだろうし。いいから教えてよ。逃げてきたんだよ。逃げてきたって何から？自分を取り巻く全てから。Thank you.
に言うとそうなるかな。でも良かったじゃない。良かったって、何が？だってきっかけはどうあれ、ようやく自分自身の人生を歩み始めたってことでしょ。今までのめぐるくんは他人が決めた人生を生きてきただけだから、思わぬことで周囲の目が変わったことにイライラするのよ。自分で考えて歩んできた人生なら、たとえ途中で何かあっても自分の決断だから仕方がないって割り切れるはずだもん。でもないよ。それにしても結構複雑な環境で育ったんだ。めぐるくんも苦労してるのね。そういう立花さんはどういう環境で育ったのさ。私のは秘密。じゃあせめてどうしてこの学校を選んだかだけでも聞かせてよ。立花さんって確か京都出身って言ってたよね。自立したかったのよ。だから寮があって親元から離れられる高校を選んだの。それに早く首都圏へ出てきたかったし。なんで？私にはね、夢があるの。そう、大手の出版社から放送局に就職して、いずれ世界を股にかけて活躍するジャーナリストになるのよ。へえ。私がこの学校で新聞部の校則を勝ち取ろうとしているのもそのため。だから協力してね、ゆるくん。有名なジャーナリストになった時、助手として雇ってくれるからね。オッケー、約束するわ。誰なの？ナオトさんって言うんだけど、義理の兄の弟だから義兄弟ってことになるのかな。じゃあなんで？見てよこれ。
留守電メッセージも聞かせてあげようか。いいよ。お姉ちゃんに心配かけたくないから、はっきりした処置も取れないのよ。何より本人に悪気がないし。めぐるくん、笑ってない？そんなことないよ。嘘、にやけてるわよ。え？深刻なんだからね。もう、この留守電聞きなさいよ。だから違うって。岸本先輩、早く！